回94スターファイア回マイナス94、B カイマイナス94話は、ロッキード社が開発した全天候戦闘機である。しばしば、スターファイアーシリーズと呼ばれるが、公式の愛称として、スターファイアーの名が与えられているのは、C 型以降のみである。第二次世界大戦においては、機載レーダーの実用化により、本格的な夜間戦闘機が、実用化の域に達した。 対戦の終結後、冷戦下の開発競争は、夜間戦闘機のジェット化も促した。レシプロ機の回マイナス61回マイナス82回 G 型が球体化した折、ソ連は1949年に核実験を成功させ、対戦中に抑留した B-29 を解析したコピー機である Z-4 を実戦配備したことから、 ソ連側によるアメリカへの核攻撃の危機が顕在化し、これらを容撃すべきアカンジェット戦闘機の開発は、米空軍にとって喫緊の要請になった。技術的にレーダーの操作と操縦を一人の要因でこなすことは難しかったため、パイロットとオペレーターの2名が必要なことから、福崎が好ましく、1948年3月に、 進む空したばかりのジェット練習機 TP-80C をベースに夜間戦闘機が開発されることとなった。TP-80 の改造試作機は1949年4月16日に初飛行した。試作機の名称は当初 ETF-80C であったが UF-94 の名で仮発注を受け、量産契約は1949年11月に 結ばれた。大出力レーダーと、火器管制装置、射撃コンピュータ、地上データリンク、無誘導空対空ロケットを装備した。レーダーアンテナは機種に装備し、インテークは、原型の T-33 と、同じく胴体脇にある。主翼は、低翼配置の直線翼である。 海 -94C の主翼に装備されたファー1 2連装ポット。樹脂製カバーコーンは取り去られている。武装は A、B 型ともに、騎士仮面にアン、m 3リ2 7 m、mm、m 機関銃4機を装備し、B 型および A 型の回収機では主翼にアン、m 3 2丁を収納したガンポットの装備が可能となり、武装は 12.7mm 機関銃合計8丁と、 なったが、対爆撃機戦闘を考慮すると1 2 7ト、mm、ル機関銃では火力不足であり、2 0ト、mm、ル機関砲への乾燥が構想されたが実現しなかった。C 型は機銃を装備せず、機種に24発搭載したマーク4ファーマイティマウス空対空ロケットを主武装とした。しかし、機種に配置されたロケット弾発射装置は静車すると、発射がエンジンに流入して、 失火の原因となることが判明し、後期には領収翼中央部に設置されたマーク4ファー格12発装備のロケット弾、ポット1機、左右計2機を主武装とし、機種の発射装置にはロケット弾を搭載せずに運用された。エンジンはアメリカ空軍正式機発のアフターバーナー付きに強化され、燃料消費量が増加したため、主翼炭の増装は大型化された。 朝鮮戦争勃発と、ほぼ同時の1950年5月に配備開始、夜間撃墜を記録している。空軍では1959年まで使用され、その後は空軍周兵に回された。練習機やチェース機としても使用された。ありがとうございます。